はい、皆さん動画のご視聴ありがとうございます。ロンギヒゲモジャ丸メガネこと岩手の牛男ブンブンブンゾと申します。本日はですね、こちらのフォーエバーブルールミナスをプレイさせていただきたいと思います。いやー、面白そうですね。神秘的な海の世界へ体験を分かち合う、いいですね。なんとスイッチでダイビングが楽しめる、とても素晴らしいゲームです。プレイさせていただきます。セラさんかな、サー A かな、なんだろうね。通信機器のテスト中です。文蔵さん聞こえますか？聞こえます。はい、はじめまして。あなたが本部から派遣された調査ダイバーですね。らしいですね。私が調査ダイバーらしいです。私はナビゲーション AI セラ、あなたのダイビングを全力でサポートします。はい、ナビゲーション AI セラ、すごいな。ダイビングを全力でサポートする、ありがとうございます。よろしくお願いします。海洋調査プロジェクトへの協力ありがとうございます。本部から頼もしい存在と伺っていますよ。はい、ありがとうございます。海洋調査プロジェクトへの協力ありがとうございます。本部から頼もしい存在、初めてですが。位置の確認をしたいので少し移動してもらえますか？はい、これが私か。痩せたな、文蔵。痩せましたね。なんだこれは、エロス、何かある。なんだ、位置が確認できました。これで泳ぎたい方向に進めますね。はい、次にダイビングマスクの動作チェックを行います。海洋調査で重要なお仕事は生き物を調べることです。はい、調べたい生き物を注目するとレンズからデータが提供されます。それではあそこにいる魚を注目してください。はい、あ、L が注目か。注目が L、 カメラ回転がこれか。 OK、 コブダイだべ。ナポレオンフィッシュ、うん、コブダイだね。注目成功です。L ボタンを長く押し続ければ一度にたくさんの生物を注目できますよ。わかりました、セラ。このように生物を注目するとその生物のデータが本部に送信されます。生物のデータを本部に送るほど調査ダイバーとしての評価も上がっていきます。どんどん生物は注目してくださいね。はい、どんどん注目します。注目するとナポレオンフィッシュがまとっていた光がなくなりましたね。本当だ、普通のナポレオンフィッシュになったね。この生物がまとっている光についてはまた後ほど説明しますね。はい、ここは活発な地形変動により潜るたびにその姿が変わると言われる不思議な海、ベールド海です。すごいな、なんだその海、初めて聞いた、現実にはない。さあ自由に探索しましょう。もう少し演習に付き合っていただけるのならチャプター 1-2 でお会いしましょう。はい、お、クリアード、チャプター 1-1 変化する、うん、はい、実績を達成しました。いいね。ちょっと黒巻きがあれだな。色を変えてみるか。ああ、怖い。青い。あはははは、まずいな。これは違うな。ね。ちょっと待ってね。うん、やっぱこれがね、これぐらいしか無理か。すいません、失礼いたしました。新しいストーリーが解放されました。調査本部を確認してみましょう。はい、なるほど、まずはストーリーだな。まず遊んでみるならこちら、調査本部、調査本部行こうね。 OK、 世界中見に行きましょう。世界中、セッションの参加人数は制限があるらしい。はい、注目中にプラスボタンを押すとその生物を連れ泳げる。はい、バリアントと記された寄生物は希少個体、バリアントね、変異体。セッションに参加した、おいやわしさ、世界中、うん、警告につきました。
ご覧の通り、ここは崖に挟まれたような V 字型の地形になっています。 V 字型の地形、はい。向こうに洞穴がありますので、まずはそこへ向かいましょう。はい、行きます。ドルフィンキック、あ、なるほど。これで浮いたり沈んだりできる。 R で浮いて、ZR で、沈める。ドルフィンキックしてないな、まだ。渓谷のように浅瀬から海底に向かって急激に沈み込んでいる地形ではダウンカレントが発生する可能性があります。なるほど、波です、あの流れですね。カレント、下降流、うん。ダウンカレントは深場に向かい急な流れが発生する現象のことです。うん、大いなる自然の力には驚かされますね。うん、ドルフィンキックもしてみましょうなんだその動きオッケー、ドルフィンキックしようね。オッケー。なんだこれは、ホラー穴の世界中。いくつもの種が一体となった大きなサンゴの塊。うん、いくつもの種が一体となった大きなサンゴの塊。我々はこの巨大サンゴを世界樹と呼んでいます。世界樹、確かに美しいな、すごい。世界樹の周辺には多種多様な海洋生物が生息しており、はい、独自の生態系が築かれています。独自の生態系。世界樹はこの海の生物たちにとって命の拠り所、うん、生命の源なのです。これは美しいな、さすがに。しかしこちらを見てください。なんだ、サンゴ白化してんのか。世界樹のところどころが黒ずんでいるのが分かりますか。黒ずんでいる、白化じゃなくて黒ずんでるの。今原因不明の国家現象が進行していて、虹色に輝いていた世界樹はその色を失いつつあります。現実とは逆ですね。よく白化現象つってね、鬼人手に食われたりなんだりすると白くなるんですけれども、あー、この世界では国家現象、黒くなるのもあるのか。そんな詳しくないからな、生物は。でもそっか、国家現象もあんのかもしれないな。このまま国家が進めば、世界樹はやがて自力で栄養を得られなくなり枯死してしまうでしょう。枯死してしまう、そりゃやべえな。世界樹の根は広く深くこの海域に根付いています。なるほど。その世界樹が枯死した場合、この海と周囲の生態系に与える影響は計り知れません。せやな。そこで世界樹国家現象の進行を食い止めるためのプロジェクト、イージスが立ち上げられたのです。イージス、かっこいいね。うん。あなたも世界樹国家の原因を突き止めるためにプロジェクト、うん、イージスに参加し、このベールド会を調査する一員です。お、すごいや調査員か、いいな、研究員だな、羨ましい。頑張りましょう。はい、頑張ります。私もナビゲーション AI として引き続き全力でサポートしますね。セラ、 AI だけど可愛いな。世界樹付近には特別な許可を得ないと来ることができないので名残惜しいですが、ここは秘匿された領域です。秘匿された領域、はい。世界樹の現状観察が終わったら速やかに洞穴から出ましょう。はい、わかりました。なるほど、保護区域だからね、必要以上にいたらまずいんだろうな。はい、なんぞ。今近くで地響きのような振動を検知しました。解析します。はい、まずいんじゃないか。これは、おい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 、異常振動が急接近しています。気をつけてください。異常振動、なんだ、うわやば。これ現代種じゃないだろ白亜紀とかジュラ紀のやつだろ。巨大海洋生物です。シーラカンスの超大型変異体と遭遇しました。シーラカンスの超大型変異体やべえ。体色は黄金色、通常のシーラカンスの大きさをはるかに超えています。データベースを紹介してもほとんど記録が見当たりません。なんてこったい。す
ぐにでも調査したいところですが、今落ち着いて観察するのは。はい。付近の海底全体が振動しています。ベールド海の地形変動が発生するかもしれません。やばいやばいやばい。あんなん私食べられちゃうだろう。しかも地震も来そうだし。まずいね。地形変動に驚いて興奮しています。やばいやばい。一旦この場から離れましょう。ドルフィンキックを使えばより早く退避できます。はい。ドルフィンキックします。おお、ドルフィンキック。ドルフィンキック。助けに来て。やばいだろう。ここまで来れば大丈夫そうですね。怪我がなくて本当に良かったです。そうですね。生命の危機を感じました。正直。ベールド海には99の謎があるなんていう言い伝えもあるそうですが、初調査でまさかこんな体験をするとは驚きましたね。本当だよ。やはりここは不思議な海です。いやいや、99どころじゃないだろ。現実の海でさえ何も分かってないぞ。99どころじゃないだろ。謎を、またあの巨大海洋生物に会えたらいいですね。食われ、他の調査ダイバーとサルベージ演習がありますよ。食われるだろ、あんなでかいの。ひとたまにもないだろう。ほどほどのでかさにしてください。 OK、 新しいストーリーチャプター1にクリアです。世界中、次行きましょう。いや、これ美しくて面白いですね。すごいな。これは面白い。一野さん、石板発見。うん。ベルド海のどこかに世界樹と呼ばれる巨大サンゴがあるらしい。さっき見ましたね。マップの左下にアンベール率が表示される。アンベール率は 100% を超えることもあるらしい。アンベール率？なんだっけ。チャプター一野さん、石板発見。本部の調査によると、やはり前回遭遇したのは新種だったそうです。新種。またあのような生き物に巡り会えるといいですね。そうですね。生命の危機がないならぜひぜひ見たいですね。それでは今日はサルベージ演習を行いましょう。サルベージ。なるほど。引き上げね。この海では日々多くのものが発見されています。なるほど。家庭ゴミから海賊船の財宝まで様々です。財宝。そういった物品を引き上げるのがサルベージです。うん、この海の謎を解明するためにも欠かせないお仕事ですね。ですね。練習は他の調査ダイバーと一緒に行います。早速来たみたいですよ。いいですね。ダニエル、ダニエルだ。お前のことは聞いている。文蔵、よろしくな。よろしくお願いします。ダニエルさんはこのベールド海をよく知るベテランダイバーです。おお。調査ダイバーとしては先輩に当たりますね。パイセン、先輩、よろしくお願いします。それではサルベージ演習を開始します。はい。海底で光るものを見つけたらまずは調べてみてください。海底で光るもの、宝か探しは俺の得意分野よ。よし、どっちがよりエクセレントなお宝を見つけられるか勝負だな。はい、それ楽しみだな。サルベージ A ね。はい、先輩より先にね。あ、あれでしょう、これでしょう。A、長押し。木の腕は。ん？サルベージしましたね。サルベージ成功。成功。うん。サルベージ品がほのかに光る様子を。よく見逃しませんでしたね。はい、ありがとう、セラ。ダニエル、いいセンスを持ってるようだな。さすが本部機体のルーキーってわけかな。スネークか。いいセンスだ。ありがとうございます。だが負けないぜ。俺はこの海で長年財宝を探し求めてきたトレジャーハンターだからな。すげえな。先ほど本部から北西海域をサルベージするようにとの指示が入りました。北西に移動してサルベージをお願いします。うん、はい。北西ね。あっちに行けばいいんだな。光ってる。
こっち北西？こっち北南？あ、まあ西はあってんな。西か。ここ合ってる？あ、あったあったあった。これ。お、箱型時計。はい。これで OK？ 時計を見つけたね。サルベージ成功です。貴重なものほど引き上げには少し時間がかかるみたいですよ。なるほど、貴重なものほど時間がかかる。やれやれ、俺も見つけたがガラクタだったぜ。気はついてないみたいだな。おお、先輩。北東の海域でも探索許可がおりました。引き続き探索をお願いします。はい、ダニエル先輩。大変そうっすね。あっち行けばいいんだね。何がある？古びた石板がある。なんだ石板、何これ。この石板は詳しく調査したいです。ダニエルさんを呼びましょう。はい、なんか囲碁とか将棋ができそうだね。ダニエルっち、なんだこの地味な石は。見る限りとても古い石板ですね。はい、まるで碁盤かチェス盤のようにマス目状になっていますですね。現在本部のデータベースにアクセスして石板を解析してもらっています。はい、これは謎ですね。ピピピピピピ、簡易解析の結果が来ました。これは数万年前に滅びたという古代民族オアンネスが残した遺物かもしれません。もし本物だったら大変なことに。古代民族オアンネスが残した遺物、なんだオアンネスって、すごいな。オアンネスの遺物だって、ちょっと俺にも見せてくれ。やばいな。おなんだ、古代民族だっていいのか。オアンネスとはこのベール都会周辺でかつて繁栄していたとされる謎多き古代民族です。おもろこのゲーム。この海の守護者と呼ばれ、守護者、非常に高度な文明を築いていたことが分かっています。あ、アトランティスみたいな感じ。俺は長年とあるオアンネスの秘宝を探してるんだ。この文様と材質、確かにオアンネスのものかもな。おー、あー、くそ、なんで俺じゃなくてお前なんだ。文蔵のビギナーズラックに正直嫉妬が止まらないぜ。すいません先輩。もし本物のオアンネスの秘宝であれば、その価値は計り知れません。マジか、超歴史的なものなんだな。だー、文蔵、ピンとこないって顔してんじゃねえよ。つまりこいつはとんでもないお宝の可能性があるってことだぞ。おお。本部から石板を持ち帰る許可がおりました。これでより詳細な解析が進められそうです。了解です。たく、サルベージ勝負は俺の乾杯だ。興奮しすぎて思わず素数を数えちまったよ。もし本当にオアンネスの秘宝だったら世紀の大発見です。本部から報酬の上乗せが期待できますね。素数を数えちまったよ。マジかダニエル、ジョジョじゃん。プッチ神父じゃん。フリアード、チャプター103、石板発見。 OK、素数だ。素数を数えるんだ。素数は一番なんだっけな、セリフ忘れた。 OK、 103クリアです。つくも版、すごいな、なんだこれ。チャプター1のよ、つくも版。今日はエモートタグの使い方についてお教えしますね。エモートタグ。エモートタグは海中で自分の意思を伝えたり、生き物やサルベージ品につけると探索の目印にもなる便利なものです。なるほど。まずは生き物にエモートタグをつけてみましょう。
注目後に付けたいエモートタグを選んでください。はい、注目後にね、まずあの子にしようか。あ、間違った、まあ、保存しとくか。あー、どうすっかな、あの子にするか。で、あ、なんか結構いろいろあるの。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、なんかライトで髪がよく見える。あ、 B で戻る、 Y であれか、 OK、 OK、 X はなんだろうな、これがエモートっぽいな。なるほど、これつけとくか。エモートタグ付け成功です。なるほど、エモートタグをつけた生物の位置がマップ上で確認可能になりました。エモートタグをつけた生物の位置がマップ上で確認可能となりました。 OK、 エモートタグはサルベージ品にもつけることができます。実際にやってみましょう。了解です。あの辺りにサルベージ品がありそうですね。なるほどね、ちょっと待ってね、これで地図が見れるね。 OK、 これがカメラ。オッケー、そしたらこの一番先の、ヘアピンにエモートタグをつけれる。星をつけとくか。うん。エモートタグ付け成功です。サルベージ品のあった場所がマップ上で確認可能になりました。了解です。シェアラーのつけたエモートタグもマップ上で確認できます。シェアラー。シェアラーについてはまた後ほど説明しますね。マヨラーみたいな話？あ、今つけられたエモートタグを見てダニエルさんがやってきましたよ。おお、ダニエルさん早いな。おお。よ、タグ付けコクロさん、おかげでお宝をお裾分けしてもらったぜ。なるほど。本部より通信。持ちつ持たれつだからね。前回発見した石板ですが。詳しい解析の結果が出たそうです。なるほど、どうだ、やっぱりすげえお宝だったか。石板は確かに古代民族オアンネスが残したものでした。お、本部ではこのオアンネスの遺物をつくも版と呼称するとのことです。つくも版、つくも版、古代人がベールド海について記した碑文のようなものだそうです。この海に関するさまざまなことが99個のマス目に記されています。なるほど、すごいな。高度な文明による細工が施されているからでしょうか。マス目が光り輝いているような。なんだそれ、やばいな。光ってる、だってやばいっすね。どれどれどれ、あ、ピカピカしてる。思ったよりピカピカしてんな。おいおい、ちょっと待てよ、もしかして俺たちがこの海について調べるとこのつくも版に変化が起きるんじゃないか。まさか。いや、あるよこれ、海中スマートフォンみたいな。いや、確かにこのベールド海には99個の謎があるという言い伝えがあり、マス目の数も偶然それと一致してはいますが。確かにね、何の根拠もないが俺のダイバーとしては考えている。このつくも版にはベールド海の全てが記されているんだ。まあ、とはいってもつくも版は俺が探してたオアンネスの秘宝じゃなかったようでほっとしたぜ。うん。何せ俺が狙っているのは国宝級の半端ないお宝だからな。なるほど。もしつくも版を元にこの海にまつわる謎が解ければ、この不思議な海のことはきっと今以上にわかるはずです。だね。そこに世界中を救うためのヒントが隠されているかもしれませんね。ですね。クリアド、チャプター1の4、つくも版。どうやらとんでもないものだったようです、つくも版。調査本部、はい、新しいのがアンロックされましたね。希望の光、ベルド会について本部は膨大な情報を収集している。しかしその情報の中には秘匿されているものもあるようだ。おお、なんだべ。生物をアンベールして、なるほど、ベールを剥がすってことだな。
チャプター1の5、希望の光。今日もダニエルさんがついてきていますね。はい。お、ダニエルさん、ついてきたんじゃない。海を探索してたら偶然近くにたどり着いただけだ。お、でかいマンボウがいるぜ。あれは注目しておいた方が良さそうだな。もしかしたらスクモ版というお宝を見つけたことでライバル認定されてしまったのかもしれませんね。マンボウ？あれマンタじゃないの？マンボウか。遠いな。遠くてちょっとよくわかんない。演習の最終段階です。うん、今まで覚えたことを生かしてこの海を探索してみてください。はい。音楽めっちゃいいな。うん、うわめっちゃいいな。これはカワハギ。いいね。カワハギ、本種を調理する際に体を分厚い皮を剥いで料理する必要があるためこの名で呼ばれる。浅めの砂地に生息し甲殻類や貝類などを食べる。オスは背びれの第二軟条が糸状に細く伸びているためメスとの区別は容易。鋭い歯を持つため釣り人が釣った際に糸が切られてしまうことは多い。なるほどね。カワハギ。あ、マンボウだね。うわでかいね。いいな音楽。光って見えにくかった生物を注目すると、うん、光が取れてその姿がはっきり見えるようになりますね。はい。この海域の生物が光っている理由は発光バクテリアや夜光虫などのプランクトンによるものと考えられています。どういうこと。すげえな。そんな海域潜ってみたいな。面白いね。生物たちから光を集めその生態をあらわにすることを本部ではアンベールと呼んでいます。アンベール、いいね。アンベールね。謎のベールに包まれた生物をアンベールして光を集める。正体が明らかになって調査がはかどる。俺たち調査ダイバーの基本的なお仕事は生物をアンベールするってすることってわけだな。了解です。本部より通信。警告の現在の様子が映像で届きました。はい。いいね。国家が進んでいた世界樹ですがその枝先に光が少し戻り始めているそうです。なるほど。分析の結果ダイバーたちが集めた光が何らかの理由で世界樹に帰っている可能性があるとのことです。なんだ不思議現象だな。光がサンゴの元に帰るだって。やっぱりここはクレイジーでミステリアスな海だぜ。その通り。謎の海だな。おもろ。あーやばいやばい。セラ可愛いな。今何か音がしなかったか。本当だね。ダニエルさん、セラさん。うわはははは。やば。なんだこいつ。うん、これはシーラカンスの超大型変異体。前回遭遇したあの巨大な海洋生物です。ねえ。うわあすごいな。おい何やってる。そいつはさすがにやばいだろ。文蔵早く逃げろ。そうだぞ。こいつはさすがにやばい。セラさん、てん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 。いやでもおとなしいのか。あれ。あの生物は擬態に優れ、景色に溶け込み身を隠します。様子を見る限り、前回ほどは興奮していないようです。何、光学迷彩を持ってるのか。すごいな。なんだそりゃ。もし近づくことができたら。アンベールしてみてください。くれぐれも身の安全を最優先にお願いします。待って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 、新人には荷が重いぞ。やるか、無茶を頼むな。はい、巨大海洋生物どこ。いなくない。いた。これはいいの取れたな。逆にちょっと取るか。は
めっちゃいいの撮れたな。オッケーオッケー、仕事しよう。うわ、光が集まってくる。つくも版に光が灯った金の翼。アンベール成功です。アンベール成功。シーラカンスの超大型変異体に関するデータを本部に送信しました。はい。たった今遭遇した生物はラジャウマス。ラジャウマス、という意味だそうです。黄金の王、確かに王だね。この海でも滅多に情報をつかむことができない種です。なるほど。新たな個体の情報を送信できたのは大手柄です。大手柄、やった。給料アップか、ボーナスアップか。お、ビビってつい逃げちまった。ああ、それが正しいと思う。文蔵やるじゃねえか。ありがとうダニエルさん。この海の未確認海洋生物は UML と呼び、 UML 本部が番号をつけて管理する規約になっています。うん、ユニデンティファイティド、ユニデンティファイドだな。ユニデンティファイドマリンライフ。うん。本部が番号をつけて管理する規約。すごいですね。その貴重な UML の中の一体です。UML の中の一体。はい、ありがとうございます。思いがけず偉大な一歩を踏み出してしまいましたね。ありがとうございます。見ろ、つくも版の様子も変わってる。何？つくも版も？ラジャウマスと遭遇したからでしょうか。新たにマスが輝いています。不思議ですね。おお、はは、やはり俺の勘は予感的中だ。つくも版のマス目はベールド界の謎、ベールド界99の謎とリンクしている。うん、そうですね。調査を続けながらつくも版の様子を見ていく必要がありそうです。なるほど、つくも版すげえキーアイテムじゃん。しかしとんでもないことになったな。久しぶりに忘れられないダイビングを体験したぜ。本当だな。練習はこれで全て終了です。スクモ版の入手やラジャウマスとの出会い、はい、短い間にもいろいろなことがありましたね。マジでいろいろありすぎ。それではまたご一緒できることを楽しみにしています。青い海がこれからもお二人に微笑みますように。なんだその、なんだその詩的な表現、好き。そんなこと言われたらいいな。クリアード、チャプター1の5、希望の光。いいね。すごいぞ、AI。かわいいな。どうなってんだ？